はい、今回ご紹介しますスマートフォン、Android 端末用のアプリはカメラズーム FX です。今回、ご紹介しますのは、こちらです。メニューを、押しますと、ビデオという項目があります。この、ビデオ撮影についてお話をしたいと思います。ここをタップします。そうすると、カメラズーム FX の、ビデオ撮影機能に切り替わります。これが、いいんですね。ここ右側に、ボタンが3つあるんですけれど、この、録画スタートボタンの左側、小さな、白いボタン、ここをタップします。そうすると、動画の画質を、選ぶことができます。はい、今、高低 MMS YouTube カスタムってありますが、この、カスタムに今設定してます。そして、この真ん中、これはですね、ホワイトバランスとか、撮影の状況に応じて、モードを切り替えるというメニューになります。その上、ここはですね、いろんな、各種設定ができるんですけど、これのいいところ、ここですね、内蔵されてますスマートフォンの、基本的な、撮影に沿って設定ができるんで、私のインフォバ A01 は、最大でハイビジョンサイズのビデオ撮影ができますんで、720p まで設定できます。普通はVGA とか QVGA あたりなんですが、ここで、VGA とか、ハイビジョンの、720p とかに変更することができると。あと、動画の、撮影時間、最大30分まで連続で撮影ができるという設定までできます。はい、ということなんで、結構内蔵されています、ビデオ機能、特にね、コマ送りというか、音が途切れたり、映像が途切れたり、飛んじゃったり、することがあるんですが、この、カメラズーム FX のビデオ撮影機能では、そういったことはございません。ですんでね、まあ、標準の、ビデオカメラよりも、カメラズーム FX の方が、使いやすいかなと思います。はい、今回はカメラズーム FX に、内蔵されてますビデオ撮影機能についてお話をしました。それでは失礼します。